水戸信託銀行の武藤と申します。え、本日は、エモーションテック様と共に、あの、早歩きをいただきまして、ありがとうございます。え、少し、あの、このコラボレーションに至った背景を、お、お、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。え、足元ですね、私ども、あの、証券代行機関ということで、株主名簿管理を通じまして、え、企業様と株主をつなぐ役割をやあの、になっております。 で、足元、あの、まあ、新人差等ありましてですね、個人の株主様の数が、ものすごい勢いで伸びているというような、あ環境がございまして、企業様は、あまあ、どうやって向き合っていくのかというような悩みをお持ちです。で、個人の株主様でございますので、機関投資家とは違って、顔が見えないという中で、あの、やっぱり向き合い方が非常に難しいと。 いう課題はもうおややあの社会的な課題になっている状況だと認識しております。私どもあの信託銀行としてはですね、えー、まあ例えばあスマートフォンによって月間口書を行うとかバーチャル株主総会だとかまあそういうツールの提供をやっておりますけれども、あのさらにもう一歩ですねあのなんていうかあ個人の株主様のニーズをおー、えー、捉えて。 しっかりした対応につなげたいだとか、ファン株主をいっぱいこう増やしてですね、経営の安定化につなげたいとか、まあそういうお客様に向けて、あの、まあもう一つ、こう、なんていうかあ、尖ったサービスが必要だったというところで、私どものお客様でもありました、エモーションテック様にご相談をしたと。まあそういう背景がございます。では、あの、めくっていただきまして、あ エモーションテックの代表の今西でございます。で、あの、まさに今お話があった通り、これから企業さんにとっては、あの、いかに個人の株主さんが何を考えて、企業にどういうことがあ,のあれば、あの、もっともっと愛されて長期的なファンが増えるのかということは非常に大事なテーマでございます。そこに対して我々はですね、あの、過去10年間ぐらいですね、約600社長の企業様のステークホルダーの皆さんの体験改善というのを、もうこれだけやってきました。 なので、えっと、そういった実績に裏打ちされた、まあ、精緻な設計をしてですね、えー、その設計をもとに集めたデータをー、生成 AI、それから我々特許を持っております、データ分析の、あの、フレームワークを使って、個人株主様の深いインサイトっていうのを、まあ、パーンとこう、一瞬で見つけてくると。で、そこに対して、えー、IR 担当者の方はもちろんなんですが、企業の経営層の方。 それから現場で改善をしていく方、こういった方たちに、まあ、ツール、そしてレポーティング、こういった包括的なご支援を水尾信託様と一緒にさせていただくことで、企業価値を高めるような活動っていうのを個人株主様の声から実現したいというふうに思っておりまして、そういったあの活動をさせていただいております、はい。えっと、これあのリリースした後のですね、複数のお客様に制約いただいて、 やはり、個人株主様の声が可視化できただとか、あとはその今後、株主総会を起点にして、年間の株主戦略に使っていきたいというような声をいただいております。えっと、まあ、これからですね、またエモーションテック様とはコラボを深めて、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。